どうもこんにちは、トイズキングのホルミです。どうもどうも、はい、今日ご紹介する商品はこちら、ホットトイズコスベイビー、そうアベンジャーズエンドゲームサイズ S、 映画アベンジャーズ版でございます。シリアルナンバーはね COSB-577 でございます。こちらボブルヘッド2019年の8月に発売されたものですね。で高さ11センチ、これ箱を持ってもう分かるようにね、ちょっと重いんですよね、なんでか知らないけどでもまあ、最初に箱見ていこうね。はい、こちら正面ね、やっぱりここの横のキラキラがございますわ。うふ。はい、で横アベンジャーズエンドゲーム、それで A A だよ A。で後ろはね、いつものようにお断りとか注意、そして下にはハマーそうなハマー、そして横はこういうのが入ってるよっていう絵ですね。で下にザ・アベンジャーズバージョンとシリアルナンバーとコスベイビー S ボブルヘッドって書いてあります。で上はね、ヒャホーヒャホー、はーい、そうです、マークがね綺麗に光る光る、でちゃんとそうって書いてありますね。こういうのとります。じゃあ開けましょう。はい、ウィンドウボックスですので、後ろバックボードになりますね。で色がね、なんだろう、これは緑と青の混ざったようなやつですね。ちょっとえんおって感じ。これは何の色なんだろうね、わかりませんじゃあ本体本体のソーでございます。ソー、ソーガード・オブ・サンダーでございますね。ボブルヘッドだけど、どうなんだろう、ちゃんとプルプルするのかね。髪の毛とミョルニアが邪魔してあんまりプルプルしないいや、髪の毛もちゃんとこうあーって分けられて、いやいいね、これいいね、おお、マントがひらりと、かっこいい。でちゃんとミョルネアのハマーからパチパチっとパチパチっとしてますよ。で目もちゃんとブルーでね、もうちょっと近づいて服スーツ、なんだこれは、鎧見てみよう。おお、ナイス、綺麗だねこれね。横のアームのところもすごい綺麗ですね。マントはねちゃんとこうなってるの見えないからあれだけど、どう、見えないねハマーミョーニャーミョーニャーだよ。でハマーのここもちゃんとできてますね、いいね、かっこいいじゃん。で足元はこうか、おーおー、ほんとボブルヘッドなんだけどね、ほんとすっごい邪魔してくれるよねなんでこんなに邪魔してくれるんだろう、おお目がかっこいいね。それでなんだろうこのひげ、そして台座はこうですね、ちゃんとこういう風にね、 A がこういう風になってんだよね、反対じゃないのよね。ロキの時は こうだったんだけどね、なぜだミステイク足の裏こういう風になってます、えいし、ね、これ重いね、なんかなんでこんなに重いんですか、頭が重いのかな。うん、そしてこちら楽しいものが楽しいものっていうか楽しい、おまけ付き、ちょっと待ってね、はーい、ブラックライト、それか UV ライトでミョーニアが反射します。
バックライト。うわすっげえこれ。ね、当てる方向っていうか、で、ちょっと、違うね。真上からだとこういう風か。横だと、ビカーって光る。すごい。こんなんどうでしょう。ねえ、かっこいいよね。光ってます。神の怒りを。はい、というわけです。かっこいい、そう。また映画が見たくなる。ボブルヘッドのコスベイビーでございました。アベンジャーズエンドゲームですからね、これはね。というわけです。それではまたお会いいたしましょう。ロース推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックゼウス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物に見えるんですよね。